皆さんどうも、高島です。今回はですね、愛知県尾張地方に位置します、人口14万6千人ほどの小牧市の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方ですけれども、名鉄小牧線を利用して、小牧駅というところまでやってきてまいりました。この小牧市、愛知県の県庁所在地名古屋市、 から北にに行ったところにありまして名古屋市営地下鉄を乗り継いでですねまあ線路が高架化したり地下に入ったりというのを繰り返しながらこれが地下にある駅になりますねこの小牧駅というのはということで地上の方にね改札を抜けて上がってきたところになります名古屋高沿発祥の地と書いてありますねへえ知らなかったなという感じですが。 で、これが駅の西側。まあ、中心市街地側ですかね。まあ、向いている風になりまして、これが駅自体の建物。フィットネスクラブや英会話教室、あとホテルなんかも入り込んでいる立派な駅の建物になっております。はい。で、駅の西側ですね。まあ、ご覧のように歩道ですとかね、広場みたいなものがしっかり整備された、まあ、いい意味で人工的で美しい駅前となっている感じがします。 まあ銀行の建物だったりマンションだったり比較的新しめの建物というのがねこちらもえなかなか洒落た交差点になっていてえ周りのビル群もねオフィスビル中層のものがとても新しい建物が多いですで駅からまっすぐ西に伸びているこの広い歩道をね通っていってる風になってまあ右側がマンションで左側が図書館のようです で、さらに行きますと、歩道橋大きなものが出てきて、その先に大型の建築物があります。ラピオというふうに書いてありますけれども、ショッピングモールになるようなんですね。まあ、スーパーだったり、マクドナルド、ダイソー、あと自動館ですとかね、普通に喫茶店だったり、スポーツ施設、えー、うどん屋さん、パン屋さん、コミュニティセンターとね、 まあショッピングモールと市民センター的なのが混ざっているような建物になるのでしょうかでそのラピオの建物の、ね、南側にやってきてまいりましたなんかパトカーがね緊急走行をしていて慌ただしい感じですがでこの建物の南側に東西に通っているシンボルロードという道を駅から離れるように西に向かって進んでいっているところとなります このラピオの先もですね、小さめの4階建てぐらいの雑居ビルが並んでいたり、反対側ご覧のようにマックスバリューのスーパーマーケットも並んでいるというね、まあ中都市というか小都市というか、それぐらいの穏やかな規模感となっております。まあ名古屋市からね、すぐ北の街ということで、 まあ名古屋大都会ですからその周辺ってねそんなにビルとか立ち並びにくかったりね都会になりにくい傾向にあるかと思うんですがその割には立派な街だと思いますしばらく行っていましたらなんかお寺ばかりになってさらにズームしますと山の上にお城の建物が見えていますよね小牧山城という城の城跡があるようでしてまあ今回はね散策に時間とか距離 体力を要したということで山の上とかにはね行っていないんですけど、まあ、近くまでは立ち寄りますあとは飛行機が飛んでいるのを頻繁に見かけました、まあ、小牧と言いましたらね空港があることでも有名ですよね 私の地元、高知からもですね、高知空港からもこの小牧に向かって飛行機がね、飛んでいるということで、以前よりなんかこの小牧市という街はね、頭の中に入っていて印象に残っているというか、名前だけはね、知っているという感じでは昔からありました。で、映像の方はですね、犬山公園小牧線というのかな、えー、そういう道を南に下っていっているところ、 になりますまあ、さっきのお寺があったところから、ね、南に進んでいっておりましてこの辺りはまあ個人店が多かったり、ね、地元のお店が時々見られる、まあ、住宅地メインの市街地かなと思って歩いていましたが、まあ、上を見るとまたヘリが飛んでいたりしますがでそこから、ね、そのまま南に行きますと。 まあ、パチンコ店だったり、えこういう風にね、お店がだんだん増えてくる感じになりました。まあ、もともと地図でね、この辺りお店が多そうだということで、ルート、うん、散策ルートにねえ、入れることを決めていたので、まあ、知ってはいたんですが、まあ、でもガストですとか、このように立派なセカンドストリート、なんかあんかきスパゲッティのね、ドライブスルーに対応したえ建物があったり、ドラッグストアがあったりと、まあ、想像以上、 に商業室がね多くて立派な雰囲気というのが醸し出されていまして歩きながらとても驚いておりました、えー、とりあえず豪平だったりこういうふうに飲み屋が複数入ったビルですかね反対側にも東海の手芸店にカラオケビッグエコー あとはスポーツクラブと山陽道書店がくっついた一緒に入り込んだ建物なんかもありまして早速この町の商業事情がね、まあ、そんなに太くはない道なようですけれどもこんな風にまた飲み屋がいろいろ入っているビルだったり洋服の青山の看板等が見えていてまあほいろんなお店がある町なんだというのが早速よくわかりましたで青山の向かい側にはゆず庵だったり 東京靴流通センターとかね、まあ、このように車を売っているところだったり山や塔も見えている感じですね、まあ、この小牧市ねもともとは農業が割と盛んな土地だったようなんですが、まあ、名古屋の周辺ねどんどんと高速が整備されていきまして名古屋 法則ですとか、えー、名名神とか、か透明ね、そういったものが、えー、この町の辺りも通って、えー、そういうことでねあの工業、まあ、物流とかね、工場の誘致だったりあとはそれに伴ってこういう大手商業施設というのもね増えていったと、まあ、そういう流れがあるようですね。でこの辺も ABC ホットモット、上新、ブックオフ大ト屋あとこれ。 また松木をの向かいに、ね、大きめのなんか商業施設がこれ清水や小牧と書いてあるんですかね建っておりましてその横には弥生県もあるんですかね本当、えー、商業施設の並び方がものすごいことになっておりましてでその道とですねクロスしております県道25号に入ってきてまいりましてこれ市街地を西に進んでいっているところになります。 この県道の南側、温泉施設だったり、えー、フィールのスーパーマーケット、あとちょっとね、西に進んでいきますと、エニタイムフィットネスだったりが見られたり、サ、え、ト、ー、とかもね、奥に見えていますが、あとこういう風にね,ね、キャバクラ店がこんなところにあるっていうのがちょっと珍しいような気がするんですが、大人のお店が固まっている感じですかね。まあ、こんな風にちょっと大きめな交差点をそのまま市街地西に越えていきまして、 街の,の西の方にね、幹線道路があるんですね。その道沿いにもいろいろ大手商業施設がね、多数見られたりしますから、そちらを目指しているというふうになります。この辺、ステーキ浅熊ですとか、イエローハットが映り込んでいますけれども、さらにそのイエローハットの奥ですね、高架の道路が見えているのがお分かりいただけるでしょうか。はい、映ってきてまいりました。えー、標識にもね、先ほどから書いてありましたが、 名古屋高速が、えー、通っている、走っている道というのがあるんですね、まあ、ペットショップとかもありますが、その先、はい、このように名古屋高速11号小牧線の高架の道が、ですね、まあ、下の方にも、えー、バイパスのね幹線道路がありますけれども、その上の方で通っていて、これ、国道41号なようで、えー、立派な道が南北に広がっているというふうになります。 その道をですね、演奏の方は北に向かって進んでいってる風になります。やはりね、工場というか倉庫系の建物というのが目立ちますね。まあ土地はこうしたところね、あるでしょうからね。で、カーディーラーが見えていたり、その先にですね、まあ先ほどから言っておりましたように、大型商業施設が並んでおります。 まあ、この辺りはバイク店だったりあとスーパーマーケット手前側にステーキガストが見られたりしますけれども魚、まあ、イとかねあとスタバの看板なんかもありましたがこの辺りがえトリコガーデン小牧というね複合施設になっているようであります。道路反対側にも、えー、マルンですとか 奥にスポーツデポ書店等見えておりますがねえ一旦このバイパス国道のところを東に離れて、まあ、ジーンズとかねスタバとかこの辺り見られますが、まあ、国道の奥にまで大手の商業施設が並んでいるということでねちょっと見ていきたいと思います映像右側にもね立派な工場らしき建物があってはいこちら側ですね、まあ、看板が並んでおりますようにエディオン そして港南が並んでいてさらにマックスバリューもあって1つになっているということでね、まあ、これさらに東の方に進んでいきますとラムーンのスーパーマーケットもあったりするようでこの辺り、えー、スーパーのねたくさんあるような本当に買い物が便利な場所になっておりますけれども、まあ、映像の方は明る、まあ、く商業施設が固まっているところを一通り見た後にまたバイパス 沖田の方に上がっていきたいと思います。このあたりが名古屋高速のね料金所となっております。いやこういう風うにね都会の高速道路の出入り口ってとてもかっこよく映りますよね。本当にまあ、私高知出身のねまあ、田舎の人間ですから憧れるなという風うに見ておりますけれども。 で、さらに北の方を進んでいきまして、リンガーハットがあったり、あとは、やはり自動車販売店なんかがね、目立ちます。まあ、愛知県自動車大国ですし、まあ、このあたりバイパス沿いということでね、やはり自動車がないと、まあ、移動も不便な場所になるかと思いますので、でこの辺、ゴルフパートナーがあったり、まあ、飲食店とか奥にダイソーを見えておりますが、この、 ダイソーだったりがね並んでいる今映っている道後で通っていきますのでよろしくお願いしますさっきの道をね東に行きますとまた小牧駅の方に戻れるという感じになっておりますので、まあ、映像の方はもうしばらくバイパス沿いを進んでいく感じです道の反対側はブロンコビリーがあったりこちら網焼き亭の焼肉店が目立っていたりしますが 今映っている交差点のね反対側大変立派なアミューズメント施設の建物が見られるんですねボーリング場だったり映画館あと鳥貴族とかパチンコ店なんかが混ざっている建物になるようですまあそれを見た後にですねバイパスを南に戻って、えー、先ほど言いましたダイソーなんかが並んでいる これ、県道197号線になるんですが、こちらに入ってきて、東に向かって、駅前に戻っていくことにしました。ダイソーでちょっと買い物する用事がありましたので、立ち寄って、で、まあ、DVD とかね、本とかを売っているお店だったり、 えー、なかなかユニークなねバス停の名前しているところがあってまあそういうスポットがあるということですよねママ父観音と読むようでまあアンさんだったりねまさにお父あと成長のご利益があるところになっているようですでこの辺住屋局アミカオシャレな美容室の建物 V トラック等がありますね あとね、田形神社というまたちょっと面白いスポットがあるんですが、詳細はここでは述べません。気になる方ね、ぜひ調べてみてくださいで。そんなことを言っている間に市役所の辺りにたどり着きました。映像右側ですね。反対に左側は小牧山城があります。小牧山ですね。 築城、えー、したのが織田信長になるようであと家康とかもね、えー、持っていたことがあるらしいですで市役所の先ご覧のようにセリアとかねマクドナルドの看板があります、えー、メガドンキの看板というか建物がありまして、えー、その横にもリサイクルショップがあったりねこの辺りも買い物がちょっと楽しそうなところで。 でもさらにねそれを東ですよね越えていきますと駅に近づいていきますとまた穏やかなね都市景観になってきましたまあ地元のオフィスビルとかね会社とかが並んだりしているような、まあ、住宅街っていう雰囲気ですよね、まあ、でも穏やかでいい感じの街並みとなっておりますあとこの辺りねメナード美術館っていう美術館もちょっと 奥の方とかですかねあったりするようですで小牧駅の辺りから西側に伸びておりましたさっきも歩いたシンボルロードに戻ってきたところになりますね、えー、この道の近くすき家が見られたりあと、えー、地元のたこ焼き屋さんみたいなものがあったりという感じでしたねでまあマックスバリューですとかまたラピオを越えていきましてまたこの駅前のね ビル群が意外と多い市街地中心部に戻ってきましたこの辺りは本当人が急に増えてきて車の数も増えてねあの栄えている感というのが感じられるんですがでこの立派な交差点のところまた戻ってきました、まあ、映像の方はねちょっと乗りたい電車の時間が迫っていたということでちょっと急ぎ気味になっておりますけれども。 ということで今回私初めて小牧市の市街地見て歩いて回ったんですけれども結構規模感が大きくてねあとまあ商業施設なんかも大変充実した街だなと思いましたご視聴ありがとうございました